どうもこんにちは、本田です。今日はセンター試験を成功させるための常識最終回をお送りします。最終回のテーマは問題を解く時の常識。センター試験は独特の誘導形式と短い制限時間との戦いになる。今日は誘導形式を攻略するためのヒント、貴重な試験時間を無駄にしないための常識をご紹介します。では早速、一つ目の常識はセンター数学は全問のヒントを意識せよ。センター試験は大問が一つの大きなストーリーになっているケースが多い。例えば1番はこうなる、なので2番はこうなる、だから3番はこうなる。こういうふうに2番を解くためには1番の知識が必要で、3番を解くためには2番の知識が必要になるケースが多いんだ。厳密には全問の知識がなくても解ける問題はたくさん存在するんだけど、大抵の場合全問の知識を使わないとすぐに答えが導けなくて時間切れになる。だから結局誘導に沿って全問の知識を利用しないとセンター試験攻略は厳しいんだ。ストーリーになっている特性上、初めでつまずくと後の問題が解けない。最悪の場合、間違ったまま進んで一撃ゼロ点を食らう可能性もある。だからこそ、今自分は何に向かって計算してるんだろう、今解いている問題は次の問題できっと使うぞという意識が大事になる。むしろ初めから全問は今の問題を解くためのヒントになっていると半ば決めつけて、全問と今考えている問題にはどういう関連性があるんだろうって花から疑ってみるべきなんだ。意外にもこのセンター試験の特徴を理解せず、今解いている問題に精一杯で全体の流れを全く考えていない受験生は多い。君はちゃんと周りが見えているかってセンター試験で試されてるんだ。今解いている問題を単体の問題として捉えるのではなく、全問とのつながりを意識して問題に取り組もう。二つ目の常識は、計算するときはきちんと途中式を書いて落ち着いて計算せよ。焦ることで破滅しやすいセンター試験科目のトップは数学。計算は絶対に慌てて処理してはいけない。焦って計算すると途中でどこか必ずほころびが出る。そして焦って書いたぐちゃぐちゃの計算式、冊子のあちこちに飛んでいる計算式を見てもどこでミスしたのか確認できなくて、また初めから計算し直す羽目になる。これは靴紐を急いでぐちゃぐちゃに結んで絡まった状態からもう一度結び直すようなもの。導いた答えが間違っていることの認識と、さっき計算した時間がごっそり無駄になる焦燥感で不安のボルテージは最高潮、頭の中は大パニックになる。計算は解くときと検算の2回だけで済ませるようにしたい。そのためには最初に解くときにきちんと途中式を書いて落ち着いて計算すべきなんだ。途中式を書く大切さは正確に計算する方法って動画でも紹介してるからぜひ見てね。僕が今まで見てきた優秀な生徒たちは例外なく実践していることだから、もし日々の計算で丁寧な計算ができていなかったら、今日から君も取り入れよう。全問を意識して問題を解く。計算するときはきちんと途中式を書いて落ち着いて計算する。問題を解くときはこの2点を押さえて臨もう。さて、これまで紹介してきたセンター試験を成功させるための常識は文字通り常識、できて当たり前なんだ。だからセンター試験当日までには、今さらそんな初歩的なこと言われなくたって分かってるよって状態になれるように今から鍛えておこう。では最後に、センター試験を成功できるか不安な人に対して不安を取り去る一番の方法を紹介しよう。それはとにかく実践すること。
もう大丈夫だと思えるまで練習すること。いや、そういうのじゃなくて、もっとお手軽なテクニックはないのって思うかもしれないけど、断言しよう、そんなものはない。結局、自分ができないかもしれない、失敗するかもしれないって思うから不安になるんだ。逆算してみよう。センター試験当日に、私は今日持てる力を全部出し切れるぞ、そう思えるのはどういう状況か。それは、私は今までこんなに練習してきたんだ、俺は今までこんなに対策してきたんだと自負できることじゃないか。不安になりたくない。だからこそ、今まで私はこんなに練習してきたんだから、今日絶対私の持てる力を最大限出すことができるんだと思えるぐらい練習が必要なんだ。センター試験当日に最高の状態にいる自分から逆算して、今何をすべきか考えて行動しよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。